今回はこう私の自前の私服を皆さんにお披露目しようかなと思います。それでは引きたいと思います。まず一つ目はモード系ファッション誌で私服を紹介することになったら、モード系ファッション誌ちょっと考えてみたいと思います。イエイ。 3, 2, 1。 とにかく黒と白だけをイメージして、パンツもトップスも黒と白でちゃんと分かれているものがあったので、それを組み合わせて足首とちょっとだけお腹が出るように着たんですけど、そこに編みタイツを履いて、そのちょっと編み編みがアクセントになるようにコーディネートしました。近所のコンビニまで行く時のファッション。3, 2, 1。下は普通の黒のスキニーで、で上がもう本当に普通のあのタートルネックのやつなんですけど、それにこのシャツワンピを羽織っちゃえば外に行ける格好になるので、シャツワンピも首のところを後ろに垂らして着るとちょっと考えましたよっていう感じになると思います。3, 2, 1。ジャケットに白いパーツを合わせて花柄のブラウスで女性らしさを出しました。総額1万円以内のコーディネート、これはね結構得意分野です。3, 2, 1。トップスとボトムと靴で5470円なんですよ。安い。トップスが1490円、このボトムよいしょ、ボトムがてかボトムとキラキラしてる靴が1990円なんですよ。自分の中で一番可愛いに振り切ったファッション。3, 2, 1。こういうモコモコを着て、あとピンクのミニスカートにニーハイブーツ、バレンタインみたいな、私的にはすごく女の子の方に振り切ったファッションです。朝寝坊して出発までに5分しかなかった時のファッション。3, 2, 1。
ジーンズも結構ゆったりしてて履きやすくて、ダメージが入ってるし切りっぱなしだし、パッと履いたにしては結構もう完成しちゃう、完成するんじゃないかなって。こういう腕に一アクセントチェックがついてるのでバッと着た感じなんですけど、ちゃんとおしゃれにはなってるんじゃないかなって思います。ちょっと参考になったら嬉しいなと思います。私服とかブログとかで載せたりしてるので、よかったら見てください。バイバーイ。